ゲートはどこだ？あれ？あの左か。見えるぞ。ゲートが見えます。新しいゲート発見。お疲れ様。あれだろう。これだ。本当だ、治ってる。決戦の時が近づいてる。ここに飛び込むのは戦いの準備を整えてからの方がいい。カイアスは何もしてこないね。あいつが敵だって決まったわけじゃないけど、静かすぎるのが気になる。あいつが攻める前は殺気が消えるんだ。嵐の前に風が止まるみたいに。もしバルハラにいるなら俺たちのことをじっと観察してる。弱みを見せれば容赦なく一気に仕留めに来る。隙を見せたら死ぬ。覚悟がないならまだ行くべきじゃない？ここそういうこと。クポ、覚悟はできている。行こう。もうやり残したことはないよ。もしカイアスと戦うことになったとしても。分かった、決着をつけよう。黙っていくつもりですか、クポ？まさか、この後最後の挨拶に行こうと思ってた。そんなところかと思って見送りに来ました。こんな風にみんなが笑顔でいられる未来が来るといいね。希望が見えない時、人は誰かを責めたり憎み合ったりしてしまうものだけど、それは悲しみの本当の原因がわからないからなんですよね。先輩、何ですかその顔は。違うよ、思い出してたんだよ。僕が昔憎しみで自分を見失った時、道を示してくれた仲間のこと。ここ、お姉ちゃんとスノー。全てが始まったあの時、最初にコクーンを守ってと言ったのはセラさんでした。スノーとライトさんがその願いを大切に守ったから僕らは一つになれたんです。バニラさんとファングさんは今もコクーンを支えています。ここ、もしかするとライトニングも。だけど古いコクーンはもう限界なんです。みんなで守ったふるさとを捨てるのはすごく辛いですけど。でも新しい箱舟が浮かべば世界を支える重荷から仲間は解放される。その時クリスタルになったバニラたちを救い出せるかもしれない。先輩、古いコクーンを諦めることになった時、内心これで仲間を助けられるかもしれないって思ってましたよね。みんな知ってて協力したんです。僕は皆さんに助けられてばっかりです。アカデミーが心を一つにして進めるようになったのも、未来を変えるためにすべきことをセラさんたちが見せてくれたからですよ。うん。道に迷ってもうダメかもって何度も思ったよ。過ちを繰り返すのが人間。でも新しい道を見つけることができるのも人間なのさ。同意見です。先に言われてしまいました。準備が終わったら僕らは100年後に向かうつもりです。コクーン打ち上げの瞬間をこの目で見届けたいですから。きっとまた会えるね。次会う時はライトニングも一緒だな。じゃあ
笑顔でお別れね。新しい未来のために。ここじゃあね。しまた会おう。大丈夫か？うわぁ、どっか行っちゃった。ごめんなさい。あなたたちの新しい未来に私は存在できないから。おやすみなさい。どこだ？何いきなり。いきなりバトってるよ。しかもやられちゃった。エピソード5。いきなりの展開で時の狭間エピソード5が始まったぞ。モグリ、ねえモグリ、どうしたの？返事してよ。え、そんな。ノエルとはぐれた？どうしよう。トロフィー、モグリいるよ。しかも走れない。モグリ、どうしちゃったの？いや、そこにいるんだけどね。俺には見えるぞ。出口はどこだろう？忘れた。誰かいる。邪魔するな。あなたにとっては遠い過去のユール。ここはどこ？私たちここに閉じ込められたの？私はここにはいない。時空の彼方で見ているだけ。ここはバルハラの影、見えない世界の底に囚われたあなたを見ている。出られるの？永遠の夢を、ずっと覚めない夢を振り切ることはできる。
私ここから出られないの。